流し入れます。ありがとうございます。今日は卵豆腐をね、今から作っていこうと思います。夏っていうことなので、まあ、美味しい冷たい卵豆腐ですね、今から作ります。使う材料はこの卵ですね、あとお出汁、調味料はもうお塩と薄口醤油のみで作ります。はい、早速始めたいと思います。はい、今日はね、1番出汁と2番出汁合わせて卵豆腐の出汁ですね。お出汁が、675ml、 卵は、450cc 分使います。卵に対して 1.5 倍のお出汁ですね。で、まずこのお出汁を、今これ合わせたお出汁、1番と2番合わせたお出汁、まあ、もちろんご家庭ではなければね、顆粒の出汁にこんな 水と合わせてこんな感じでしてもらったらいいかなと思います。で、炊事より少し濃いめのお出汁をね、作っていこうと思います。これはもう適当にね、まあ2つまみくらいかな、ちょっと濃いめ、ちょっと濃いめ、まあ茶碗蒸しとかでもね、炊事のちょっと濃いめのお出汁をこのように合わせて、必ず味は見ると。そしたら炊事よりちょっと濃いめの、お出汁がね、出来上がりました。卵はね、これに 450cc 入れますよ。これで200。はい、これで 450cc 分ですね。しっかりね、溶き卵にして、はい、全部入れちゃおうか。しっかり混ぜたら、ボウル、ザルにね、このようにこうして、はい。流し入れます。で、これでまあまあちょうどっすね。はい、こんな感じでまあ測ってね、やってもらった方がいいかなと思います。泡ですね、泡はね、酢になりやすいので、こんな感じでライターでね、さーって炙るとすぐきれいに取れます。こんな感じで、沸騰したお湯を弱火にして、このようにずらして、ちょっと隙間開けときます。で、ここからじっくり一気にやっちゃうとですね、一気に上に酢ができちゃって汚い感じの卵豆腐になりますので、じっくりここから時間をかけて25分ぐらい。はい、25分でこんな感じです。プルプル、このプルプル具合わかる？プルプル具合、はい、サムチャンネルではですね、
実際にお店を構えております。場所はですね、兵庫県豊岡市っていう場所なんですけど、まあ、結構全国的に有名な城崎温泉からですね、車で約15分くらいな場所でさせていただいております。こちらに立ち寄ることがございましたらですね、お店に気軽に寄ってみてください。